1948年民主党全国大会は7月12日から7月14日までペンシルベニア州フィラデルフィアのコンベンションホールで開催され1948年の大統領選の大統領候補として現職のハリー・エストルーマンを副大統領候補として上院議員アルバンダブル・バークリーを指名した大会で演説したミネアポリス市長ヒューバーとハンフリーは 民主党は、集権という影から抜け出し、人権という輝ける要光に向かって直進するべきだと主張し、南部代表らの大統領候補に指名したの体質を招いた。これは、ハンフリーにとって、進撃の始まりであった。彼は、同年末に上院議員に当選し、1964年の大統領選の際には副大統領候補に選出された。 サーモンドと共に大会から退出した36人の南部代表が欠席する中、民主党員947人はの263票に、大使トルーマンを党公認候補に指名することを表決した。上院議員アルバンダ・ウー・バークリーが発生投票によって候補者に指名された。ありがとうございます。